京大天皇は、六世紀前半の第二十六代天皇で、在位は507年から531年とされています。王神天皇の五世孫とされ、意味名は王殿御事または彦太殿御事と,とも呼ばれました。京大天皇は、武列天皇の死後、後継者がおらず、大友の金村らによって越前の国から迎え入れられて即位しました。彼の生まれは、 大海の国高島郡の御用の別宅において、父である飛行士の王が越前の国三国の境から振姫を迎えて誕生したと伝えられています。しかし、父の死後は振姫が郷里に戻り、携大天皇は彼女によって育てられました。携大天皇の即位には20年以上もかかりました。その間、楠葉の宮や山城の国の筒木宮、乙の宮に移り、 ようやく山と国のいわれの玉穂の宮に都を置くこととなりました。その即位事情は非常に異常で、新たな応答を築いたとする見解もある一方で、地方の一号族が王位を散脱したとする説もあります。携帯天皇の治世は、国内外の複雑な情勢に直面しました。朝鮮半島における日本の勢力は衰退し、くだらやしらぎとの間で争いが生じました。 携帯天皇は、くだらと結びつき、蚊帳諸国をめぐる国際情勢への対応に努めました。また、地方首長の台頭による秩序の動揺も引き起こされ、つくしの国のみやつこである祝いの乱もこの時期に発生し、山と朝廷の支配が揺らぐこととなりました。携帯天皇は、その知性を通じて朝鮮半島との交流や政治の安定化に尽力しました。一方で、 慶太天皇の死後は王権争いと呼ばれる動乱が起こり、安官朝や金明朝が並立する時期となりました。その後、天皇の死去に関する遺説もあり、具体的な没年は不明とされていますが、侵害の変の年に亡くなったとする説もあります。慶太天皇の両母は、茨城市の大田茶う須山古墳に否定される説もあれば、高槻市の今白塚古墳に否定される説もありますが、 その詳細は諸説が対立しています。経済天皇の時代は日本古代史上重要な時期であり国内外の動乱や国際関係の変化が盛んに行われた時期として歴史研究上重要な位置を占めています彼の知性は日本の王権の変遷や国内外の政治情勢を理解するために欠かせない要素であり今なお研究が進められています